こんにちは。今日はお酒をやめて効率は上がったのかということでお話ししようかと思うんですけど、まあ、お酒をですね、やめました。やめましたっていうこまあ今やめてます。で、やめて3ヶ月、まあ4ヶ月弱ってとこですかね。4ヶ月弱ってところなんですけど、まあ例外も含めて試してみて、まあやめとこうかなというのでやめています。で、例外っていうのは、 旅先では OK にするとか懇親会自分のセミナーの懇親会では OK にするっていうのをそれぞれ一回ずつ試してで <laughs> 久しぶりに飲んだからか旅先で娘と2人旅の時に飲んだら、うん、まあ先に寝てしまったっていうのがあったりとかですねで懇親会の時はまあたまたまだったのかもしれませんけど、まあ、ちょっと調子が良くなかったような <laughs> 調子がが良くなくなななっっったたとといううのがあったりして、まあ、やっぱやぱめとこうかなとでもともとそのやめたきっかけっていうのが別にこの医師から言われたですとか飲みすぎでいろいろやらかしたとかそういうことはないんですよ。でなそういうことはなくて、まあ、単純にちょっとやめてみようかなとやめたらどうなるのかなっていうのに興味があってやめてみたって感じです。で効率上がったかどうかっていうところで言うと。 ああそんな変わんんななないかなってところありますね、まあ、そんなに,お酒,に飲むお酒を飲むっていう感じではなかったんでただ夏なんかだと、まあ、毎日ビールを家で350を1本なりもしくはもうちょっとちっちゃいやつを1本程度に飲んでいたっていう時はありました、まあ、まあそれも今,今度これは夏になって今5月なんですけど暑くなって帰えるかどうかっていうのは。 ま,あまだ <laughs> まだ夏が来てみないと分かんないんですけどもまあそれもなしにしてもいいのかなってとこはありますでまあ効率的になったっていう部分で言うと食材を買いに行った時にスーパーに行った時にお酒を買わなくて済むようになったとかで旅先でそのお酒を探さなくていいようになったっていうのはありますよねお金もいくらかはそれで使わなくなっているわけなんで それはそれで、でもそんなにお酒代で使うって感じでもないし、外で飲まないんで、1人でも飲まないし、飲み会自体もほぼほぼないんで、まあ、お金も別に、めちゃくちゃセーブできてるって感じではないんです。でもしこれが飲み会が結構あってで、その時間をなくせるんだっていうんであれば、効率的かもしれませんけども、まあ、別に。 もともとなかったので、もともとないですし、コロナでさらに減ったっていうのがあるんで、今、月に1回ぐらいですかね、月に1回、しかも自分のセミナーの懇親会ということで、まあ、懇親会で、この間、懇親会を IT プログラミング、IT に強くなりたい人のためのプログラミング、入門セミナーというのを開催して、で、その時の懇親会は飲まなかったです。 でまあ、何を飲んでたかというと、まあ、お茶とかですねフルーツ系のものを飲んでたり意外と飲むもの困るんですよねウーロン茶か緑茶かみたいな感じになって、まあ、コーラとかジンジャーエールはちょっとねまた <laughs> コーラもあんまりカドリは飲みたくないなっていうのはあるんでジンジャーエールもそうですしそうなるとお茶とかになるわけなんですけどミネラルウォーターとかあったらいいんですけど。 だって炭酸水買ってると炭酸水もあんまり炭酸水だけで飲むのって好きじゃないんで、まあ、そういうのそういうところでちょっと苦労苦戦したりっていうのはありますかねでお酒飲まないんでっていう説明なんかはしないようにしてますもう普通にウロン茶みたいな感じにしてなんかそんな感じにするようにはしていますだからんもしそのお酒をやめてもともとその 昼,昼飲むっていうのが、まあ、通常の時は昼飲まないですけど家族で遊びに行った時とかです、ね、そういう時にあ土日なり休みの時に動物園で飲むとかっていうのは楽しみの一つでもあったりはしたんですけど、まあ、それもやめたんですよ。で実際それでつまんなくなるかなと思いきやそうでもなく、まあ、逆に、まあ、たまにその旅先でレンタカーでそういうところに行ったりして飲めないっていう時に。 なんかモヤモヤしてたんですけど、そういうのがなくなって、すっきりはしたっていうのはありますかね。もちろんその妻に運転してもらうって手もあるんですけど、なんかですね、なんか、思いっきり楽しめるって感じじゃないじゃないですか。まあ、もし飲むんだったら一緒に飲んでみたいな感じで。で、妻もそんなに、まあ、結婚前めちゃくちゃ飲んでてですね、どうしようかとか思ってた時あったんですけど、どうしようかみたいな。<laughs> はい。まあ、その時は、ついて行ってましたけども、まあ、 今あんまり飲まなくて、で、私が辞めて、まあ、なんとなく辞めてみたいな感じになってるんで、うん、まあ、別にの飲んでもいいよとは言ってるんですけど、で、自宅にはもうお酒が一切なくみたいな、そんな感じにはなってはいます。だから、お酒で、お酒を飲まないと、じゃあ飲んだ後に、た、まあ 例えばなんですけど、この YouTube を毎日やっていて、あ、今日夜 YouTube やんなきゃっていう時が昔あって、でも今日 YouTube をやるからお酒は飲めないなっていう時はありましたね。顔が赤くなってしまうんで、私の場合。まあ、赤くて、まあ多少編集はできますけども、まあ、それはちょっと避けようっていうのでやってたんですけど、じゃあ実際それがお酒飲まなくなって夜 YouTube 撮ってるかっていうと、今はもうすでにお酒やめる前に YouTube の 習慣を、まあ、できる限り日中に取るということ。今、これが9時に取ってるんですけど、9時に、9時に取ってるんですけど、まあ、朝に取るっていうふうにしたんで、お酒は結果的に関係なく、まあ、最初が <laughs> 関係なくなっていたっていうのはあります。だからそこは、でただ、ちょっと良くない傾向っていうのは、お酒を飲まないんで、ちょっと夜ちゃちゃっと何かをしてしまうっていうのがあったんで、1月2月ぐらいに。 それは、まあお酒飲んだ後仕事しちゃいけ,いけない、<laughs> いけないってわけじゃないんでしょうけども、まあしてなかったんですよ。で、それでお酒を飲まないと、なんかできる時間というのが増えるわけじゃないですか。だからそこでなんかちょちょっとなんかやってしまうというものを、いうことがまああったんで、そ,そこは封印しました。で、お酒飲まないことによって、じゃあ、飲んで寝てしまうことが、 なくなったかっていうと、それはですね、昨日なんかもう9時前に9時,9時前9時前にもう眠くなって、まあ、昨日1日ちょっと出てたっていうのはあったんでトライアスロンのレッスン受けて,てバイクとスイムをひたすら特訓を受けてきたっていうのはあるんで、まあ、それもあったんですけどで帰りの新幹線でも別に寝ずに、まあ、ブログ書いたりとかしてたんで、まあ、それで眠くなったっていうのはあるんですけど 昨日も別にお酒飲んんででないんですよで。お酒飲まなくても、なんか、ちょいちょい眠くなるんですよね。<laughs> 眠くなるんで。だから、その部分で、じゃあ、お酒飲まなくなったら、夜眠くなることがなくなってっていうのは考えてたんですけど、もともと早寝、早起きではあるんで、そこも影響なかったって感じですかね。で、まあ、その、例外で試した娘と2人旅の時に <laughs> 飲んで、飲んだら、娘より先に、まあ、パソコンを抱えて寝てしまったとっいうのが。 なんかそういうのが、まあ、お酒飲まなくなるとそ,そういうのはお酒飲まなくなるとなくなるんですよねつい寝ちゃったみたいなのは、まあ、昨日も眠かったは眠かったんですけどちゃんとベッドに入って寝たっていう感じではあるんで寝落ちするっていうのはお酒飲まなくなってなくなったなーっていうのはありますかねだからお酒飲むとよく眠れるっていうタイプの方もいらっしゃれば、まあ、私はその顔が赤くなるっていうのもあって まあ必ずしもいいものじゃなかったんじゃないかなと思ってはいますね。それで眠くなるというのもあるし、まあ、飲みすぎてその何か物を忘れるとか、そういうことはまないんですけどで、あと2日用になるとかですね、もともとそんな風に飲まなかった、飲んではいなかったんで、でこのお酒をやめる前も、お酒は2杯までっていうのは決めて、2杯だけ飲んでたっていう時期はあったんですその時期は結構長かったんで まあそんなななに影響かかったかなとで今回の成果としては、まあ、お酒ってまあそんなに <laughs> 大事なものじゃなかったんだなみたいなのは考えますからねでもビールとか美味しいなと思ったり、まあ、好きな日本酒があったりとかあったりはするんですけど、うん、まあ別にで地ビール旅先で地ビールを見つけて飲むのが好きだったりはするんですが、まあ、別にそこはいらなかったの。 で健康面でじゃあそれで調子が良くなったかっていうと何とも言えないですけど、まあ、ひょっとすると、まあ、ちょっとした変化があるかもしれませんし、まあ、またその数値を見て判断してみようかなとか思うんですけど、ねでまあ、大事だったのは今回やめてみて大事だったのは、まあ、ちゃんとやめきれたっていうのは大事ですかね自分がやめようと思って。 まあこれがまた一つの成果ではありますし、こうやってネタにも <laughs> なったりはしますんで,で、そういうことを、やめようと思ってることをぜひやめてみていただくといいかなと。や,やめたらどうなるかなって試してみるっていうのはいいかと思うんですよね。やめたらどうなるかなって試してみて、やめてみて、ああ、別にいらなかったなと思うと、少なくともまあそんなに効果がなかったとは言いつつ、お酒を買う時間、それを、 まあ飲む時間なりそのお酒を飲むことによって眠くなってしまうとか寝打ちする時間ですとかそういうことは防げてるわけなんででやっぱりお酒でちょっと怖いなとか思ってたのは電車なんかで寝てしまうとちょっと怖いなというのがあって、まあ、最近と言いますかもともとお客様の紙の書類を持ち歩くことはないんですけど、まあ、その紙の書類を持って飲んで帰るっていうのも、まあ、どうかって話もありますけど そういうのはないんですけど、まあ、パソコンなり、スマホなりで、カメラですよね。カメラなんかも、まあ、それなりの金額のものを身につけていて、で、お酒飲んで、電車で寝てしまうと、まあ、非常に危険ですよね。起き忘れたりとか、そういうのがあるんで、でそれで一度、一昨年か、一昨年それで、久しぶりに集まって飲んで、トライアスの中まで集まって、トライアスのマラソンの中まで集まって、飲んで、うん 帰りちょっと怖いなと思った時があったんですよ。ついちょっと飲みすぎてしまって、その時からちょっと2日、2日じゃない、<laughs> 2杯だけっていうのを決めた感じですねで。2杯だけみたいな。2杯だけが1杯だけになって、今ゼロっていう感じにしたんで、そういうリスクにも備えてやめてみたっていうところではありますで。効率化の観点からで言うと、それで何かパソコンなりですね、かカメラなんかを なくしてしまったり、どっかに置き忘れてしまったら、まあ、めちゃくちゃ大きな損失、お金も時間も損失なんで、それを未然に防ぐっていう意味で、まあ、もし辞めれるんだったら、お酒を辞めてみるっていうのもいいんじゃないかなというのは今回考えたことではあります。まあそんなところで、まあ、お酒を辞めましょうっていうものではないんですけど、ちょっといや私も辞めたい、これは辞めたいと思うものは率先して辞めていいと思うんですよ。 私はもうそういうのはすでにやめていて、でもむしろやめきっているんです、ね。だから、お酒がらみで言うと、いやいや飲み会に行くとかってもう絶対ないですね、今。全くなくて、お誘いもないんです。で、その飲み会の誘いも段階があって、まずは誘われて断るっていうのはありますよね。朝、まあ、もう一つはあれですかね、誘われて行って早めに帰るっていうのはありますかね。一時間だけで帰る。 を出すすだけみたいなやつで,すいわるでその次の段階が誘われて断るってところですね。で次の段階が誘われないと。で今私はこの段階にあるので、まあ、幸い飲み会に嫌な飲み会に誘われないんですよ。誘われる場合はああの楽しい飲み会ではあるんで今度こういうのがあってみたいな,なんかそういうオーラなりです、ね、その発信でバリアっていうのは作っているんで。 そういういいいのを出しておくとといいんじゃないかなか無駄に会に属しないっていうのも大事ですよね。何、まあ、かの会に属するとなんか飲み会やりましょうとかこういうのがあったりとか会議のあたりの飲み会みたいなことがあるんで、まあ、避けれるものは避けといた方がいいなというのはありますよね。まあ、ですのでその嫌な飲み会っていうのは本当に時間の浪費ではあります。時間とお金の浪費ではあるんでもうそれも試しにやめてみていただきたいんですよ。まあ 絶対やめたいんだったらもちろんやめると。絶対やめるっていうのはやめて。で、その次に試しに辞めてみるとどうかなっていうのをやめてみると。で、今回のお酒をやめるっていうのは私がここだったんで。まあ、これ別に順番にやらなくてもいいんですけども、まあ、辞めたいと思うこと、辞めたらどうなるのかなって関心があることっていうのをやめるっていうのは、日々考えてみていただくといいかなと思います。まあ、その多少効率化するっていうよりも、じゃあ、私がお酒を選ぶのを効率化するとか、買うのを効率化するとか、まあ、じゃあ、 350ミリを24巻必ず届くようにしておくとか、まあ、そういう効率化もあるんですけど、まあ、でもそれを自体をなくすとお酒を買うっていう時間がなくなるとお酒売り場に行く時間をなくすっていうことを考えるとおあなくすっていうことをやるとそれでそのドカッと時間って空くわけですよねなんかちょっとストレお酒でストレスだったのがコンビニで セルフレジで買えないんですよで。これがストレスで、じゃあ普通のレジに行けばいいだろうとか思うんですけど、めんどくさいですよね。今さらセルフレジあるのに友人レジに行くのって。だからそれもあって、セルフレジで買えるスーパーにお酒を買いに行ってた時があって、もしくは食材買う時に買って、コンビニで気軽にちょっと買いたい時ってあったんですけど、まあ、それがストレスだったんですけど、よそのストレスがなくなったんですよね。お酒やめることによって。 だからまあそんなにと言いつつちょっと話してるうちに出てきたんですけどまあだいぶ効率化できてるなっていうのがあるんで辞めたいと思うものはやめるでやめるとどうなるかなと思うものも試しに辞めてみると、まあ、これをまた見直してみていただければなと思いますじゃあ今日はこれで終わらせていただきますありがとうございました